皆様こんにちは。今日は市場規模ランキング1というお話です。前回店舗ビジネスのブランディングとは何かというお話をしました。でそれに関連してブランディングを意識した出店というのはどのように行っていくべきかということをこう考える材料を紹介しているんですけれども、その中で市場規模ランキングというものが出てきました。これを今回はもう少し詳しく見てみたいと思います。で今回はですね、6000億円を超える自治体を覚えましょうという内容です。よろしくお願いします。はい、こちらのスライドはブランディングとは何かというところでお話したものと同じものです。確認の意味でもう一度ご紹介します。ブランディングと出店。ブランディングを意識した出店では、個々の店舗の立地や区画を選ぶ前に、そもそもその自治体に出店するべきなのかどうかということが問題になりまして、この市場選定、とりわけ自治体レベルの市場選定というものが非常に重要になってきます。そこでこうブランディングというと、平たく言うとかっこよい店作って高い客単価を取りたい、得たい、こういうことを狙った場合です。考えるべきは、このように自治体レベルの市場がこう2つのグループに大きく分かれるんだという話をしました。上は非日常的で特別な消費が行われる市場。方や日常的で生活に密着した消費が行われる市場。で、これはこう上から下まで市場規模という数字でランキングできます。ランキングがあります。で、こう高い客単価を取りたい、かっこいいイメージをつけたいというふうになりますと、なるべくこのランキングがこう上位の市場をやはり選んでいく必要があります。で、この上位の市場ばかりをこう狙っていると、なかなか店舗数も増えないですとかね、非常に高い賃料がのしかかってくるとかありますので、このランキングが下がった市場も出店先として選んでいくことが行われます。で、その時に問題になるのは何かというと、ランキングの低い自治体に店舗も広げていくんですけれども、その順番であるとか、あるいは、ちょっと言葉悪くて申し訳ないんですけどね、下限と書きました。この規模の市場規模の自治体よりも下のランクに位置するところは出店をしない、そういうその出店をするしないという境目になる数字というものもこう意識しなければいけないわけです。だからだんだんこう店舗数が増えて普及していくと、だんだんこう日常的なものに近づいていくんですね。そうするとこのランキングが高いところから徐々にそれを下げるようにしていくんですけれども、で、その時に、極端にこう一気に下げてしまうとかね、加減を考えずにこう出店してしまうと、どうなるかと申しますと、イメージが低下する、崩れる、それに伴って、こう客離れが起こる、なんていうようなことが起こってしまうわけです。こういったことをこう防ぐように出店をしていかなくてはいけない。という意味で、この市場選定というものがですね、非常に重要になってくるというお話をしたわけです。では今日はちょっと一歩進めまして、覚えましょうということで、6000億円を超える自治体というものを覚えてしまおうと思います。一番左、市場規模と書いてありまして、これ前回の動画でもお話ししましたけれども、9500億円を超える市場というものが3つあるという話をしましたね。それからそれに次ぐ規模の町として、大阪に2つの区があるという話をしました。で、今日はその下もあります。ですから、この黒で隠れているところ、皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。東京都にある区3つです。9500億円を超える、もう特大な自治体です。で、これが何だったかと申しますと、中央区、銀座のある中央区、それから新宿区、渋谷区です。こう、百貨店がひしめいている、ターミナルの駅がある、などです。で、それに次ぐ規模のものとして、8000億円から8500億円の市場がありまして、これが大阪の2つですね、隣り合ってますけれども、北区と中央区というお話だったわけです。で、今日はその下、確認してみたいと思います。するとですね、東京都、中央区、新宿区、渋谷区の次にもう一つ出てくるんです。これが7500から8000億円です。大きいですね。大阪の北区、中央区よりは下がるんですけれども、大きいです。どこでしょう？
百貨店がたくさん集まっていてターミナル駅があるところです。ヒント、池袋があるところです。ということで、これ豊島区となります。その下になってくると、その下がですね、6000億円から6500億円って書いてあります。これ7000億円前後の自治体はないんです。豊島区の下はちょっと1000億ぐらい下がるというね、意味合いを感じ取ってください。とこの6000億円から6500億円になってきますと、東京大阪以外の町が出てきます。横を見ていきますと、北海道、神奈川県、愛知県、福岡県、まあ、非常に人口の多い大都市があるところということがわかります。じゃあこれ何区でしょうかってね、全部市はわかるんですけども、北海道札幌市はわかりますね。神奈川県横浜市もお分かりだと思います。愛知県も名古屋市、福岡県も福岡市、そこまではわかるんですけども、区です。何区でしょうという、何区でしょう。はい、札幌市です。札幌駅の周辺ですね。札幌駅の周辺、はい、この辺りはですね、はい、これは札幌市、これまた中央区です。中央区です。神奈川県横浜市の場合、これはちょっと難しいですね。勘違いをしてしまうことが多いんじゃないかと思うんですけども、私も実は長いこと勘違いしていたんですけども、これ中区ではないんですね。中区ではないんです。これ西区です。横浜市は西区です。横浜市の横浜駅の周辺など、あたり西区です。それから名古屋市、これもですね、JR の駅がある名古屋駅周辺と、そこから地下鉄で2つ移動した栄という地区がありまして、これ別の区なんですね。はい。で、名古屋市の場合はこの栄という地区があるこの中区が6000億円を超える愛知県では最も大きい市場です。はい。福岡県の福岡市です。これもですね、JR の駅、新幹線の駅がある博多という地区と、そこからやはり地下鉄で移動していくんですけれども、天神というね、大繁華街がある地域、これ2つあるんですけれども、これ区が異なります。で、どちらが市場規模が大きいかと申しますと、これは中央区です。天神のあたりですね、あのあたりを含んでいる中央区です。また別の動画でお話ししますけれども、博多というのはその下に来るわけです。はい。ということでですね、6000億円を超える自治体というものが10個あります。まあ、厳密にはですね、あと2つあるんですけれども、こういう人口の非常に多い、大きい、主要な都道府県の中ではこの10個がありますので、まず手始めにこの10個ご記憶いただくと便利かなと思います。はい。ブランディングではという話の続きです。前回は自治体と市場規模の金額をセットで暗記しましょうという話をしたんですけれども、今回はですね、同じぐらいの市場規模の自治体をセットで暗記しておきましょう。こういうことをお伝えしたいと思います。これ便利なんですね。こんなことを考えることがあるんですよ。出店した場合、店舗数の比率は何対何ぐらいにするべきなんだろうか、なんていうことも考えるんです。これ、ブランディングを意識するときって。あんまりですね、ある必要ないところに店舗数が増えすぎちゃうと、ちょっと価値下がっちゃうんですよね。逆に必要なところに店舗が少ないと、競争相手が出てきてしまったりとか、しまして、これまたあまりよろしくない。ということで、仮に出店した場合、店舗数の比率は何対何ぐらいになるんだろうかっていうことはですね、これよく考える癖をつける必要があるんですね。はい。そうすると、例えば、大阪市北区と名古屋市中区、これ両方出店をしようとなったときに、店舗数の比率です。複数の店舗を出店するってなったときに、大阪市北区と名古屋市中区って何対何ぐらいになるべきなんだろうか、なんてことを考えるんです。そういったときに使うのが、先ほどの市場規模の数字です。ちょっと低めの数字を取りましたけどもね、これ8000億と6000億。こういう数字の比率になります。で、まあこれをまあ約分していきますと、これ4対3ってことになるんですね。間違ってないですね。はい。4対3になるわけです。8000対6000。簡単にすると4対3です。
ですから、まあ、大阪北区に4店開けたら、名古屋市中区にはまあその4分の3の3店舗ぐらい、まあ、こういう比率になるのではないかということがですね、こういう数字を暗記しておくことによって、ざっくりですけども、イメージすることができます。ということで、このブランディングでは、同じくらいの市場規模の自治体をセットで暗記してください。ということで、今日は6000億円以上の市場を取り上げて、ご紹介してまいりました。また、別の動画で続きをお話したいと思います。どうもありがとうございました。